皇帝は大統領や首相などの首脳級公務員が居住に使用するために設けられた感謝である。国家公務員の皇帝は国家公務員宿舎法で規定されている。皇帝については椅子やテーブル等皇帝に必要とする備品を無料で貸与と規定されている。国家公務員の皇帝に関して明示があるものは次の通りである。ただし、明示があるものであっても 予算の範囲内で設置することになっているので、現在設置されていないものもある。なお、これらの皇帝付近には警備発出所が設けられている場合もある。ギャラリー衆議院議長皇帝参議院議長、皇帝総理大臣、皇帝旧外務大臣皇帝一覧ローマ教皇には、古くから皇帝があり、13世紀末に三ン万人ラテラノの皇帝が荒廃したため鉢管に、 皇帝は移された。ただし、マルティヌスやエウネニ,ニュースは安全上の理由などから、バチカンには住まずに、ローマうちの教会堂のパラッツォに居住することが多かった。ローマ教皇,皇帝は、バチカン宮殿の最上階にあり、執務にも利用されている。国連事務総長皇帝は、アメリカ合衆国ニューヨークマンハッタンのサットン地区に、ある4階建ての建物。 国連の財政難により売却が検討されたが、国連本部授乳国の米国との協定で、事務総長には皇帝を売却する権利がないことが分かり中止された。ありがとうございます。